こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2020年の7月30日午後5時を回ったところでございます。先週は何といってもドゥラベルで、日曜日の新潟で新馬戦で非常に強い勝ち方を見せてくれました。まあ、スタートは一息だったんですけども、すぐに馬群に取り付いて、直線は、まあ、馬群を抜け出してですね、最後は3馬身差ということで、まあ、上がり3波の33秒1という記録面も含め、非常にこうインパクトのある勝ち方をしてくれたかなと思います。まあ、2歳世代でいうと当クラブでは初めての勝ち星になりますし、新馬勝ちももちろん初めてなんですけども、まあ、1つ勝ったということはもちろんなんですけども、何よりまあこの先にですね、非常に期待が膨らむ内容での勝利だったので、まあ、これから本当に順調にいってほしいなというふうに思います。まあ、レース後の足元には問題はなく、まあ、ちょっと疲れはあるようなんですけども、まあ、異常はなかったということで、まずはほっと一安心ということで、今週中に千葉県の大滝ステーブルに放牧に出て、再調整に入るということで、まあ、木村先生はこうしっかり疲れを取って、また元気いっぱいの状態になってから厩舎に戻してしっかりと乗り込んでいきたいというふうに、お話しされていました。まあ、次のレースは秋になるかなと思いますけれども、また一回りですね、成長した姿をお見せできればなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、一方でですね、同じ日日曜日にですね、テオファニアがちょっと右の後ろ足出資骨の部分ですから、まあ、ひづめの上のあたりのところですけども骨折してしまいまして、まあ、全治6ヶ月以上という診断で、残念ながらちょっと、現役続行は難しいということになりまして引退が決まりました。先週の日曜日には競馬の光と影をこう同時に見たような感じがします。まあ、テオファーニは本当に残念でしたけども、一生懸命頑張ってくれましたし、まあ、本当にね、可愛らしい馬で、僕もよく撮影行ったんですけど、馬房の、ね、扉を開けるとこう顔をすり寄せてくるような馬で、非常にこう何ですかね、可愛らしい馬だったんですけども、なんとか一つと勝たしたいなとは思ってたんですけど、まあ、それは必ず引退となりましたけども、まあ、今後は北海道の、百瀬ライディングファームで乗馬になることが決まりましたので、次のステージでもまた頑張ってほしいなと思っております。それから先週は他に2頭ですね、出走がありました。土曜日に2頭だったんですけども、まず札幌で、エブリワンブラックが3歳以上1勝クラス、ダート 1700m に出走して、2着ですね、惜しかったですね。まあ、非常にこうレースぶりというのは、序盤は後方から進めるというのは一生いつも通りだったんですけども、4コーナーで、馬群をこう射程圏に入れて、で、進路を外を回さずに、内に入って、しっかり足を伸ばしてもう差し切るかなという勢いだったんですけども、まあ、ゴール前逃げた馬がもう一伸びしてですね、ちょっと頭差かわしきれずという感じで、まあ、勝てなかったですけども、非常に内容としては良かったのではないかなと思います。もう順番が近づいてるなという内容での2着でしたし、まあ、幸いこちらはレース後も異常なく、もう次のレースを決めていけるということで、もう次走の予定が決まりました。8月8日の札幌のダート 1700m、 3歳以上1勝クラス、同じ条件で、武豊騎手で臨むということで、もう本当に2勝目は近いところまで来ていると思うので、次のレースなんとか決めたいなというふうに思っております。土曜日はアイスブラストも出走しまして、こちら新潟のダート 1800m、3歳以上1勝クラスに出走したんですけども、残念ながら15頭立ての15着ということで、ちょっと大敗という結果になってしまいました。まあ、ダート自体の走りは外枠からこう、いい形で序盤進めているのかなと思ったんですけども、ちょっと止まってしまいましたね。まあ、岩田未来騎手が騎乗してたんですけども、によりますと突然こう走る気をなくしてしまったというか、やめてしまったということで、まあ、自らこう 止まってしまったような感じですかね。での敗戦ということで、喉の疾患があって、まあ、手術したりしてちょっと苦しい時期もあったと思うんですけど、まあ、その辺でこう馬が全力で走ることを、まあ、加減して走るようになっているのか、まあ、ちょっと辛いことがあるとやめるようになってしまっているのかというところで、
まあ、精神面が非常に大きい内容だったのかなと思います。まあ、ダートの走り自体は良かったということなので、まあ、ちょっと気持ちの面の立て直し、まあ、その競馬の仕方を含めてですね、修正していく必要があるのかなというところです。レース後トレセン近くの村瀬ファームに放牧に出まして、そちらで再調整ということになりました。トレセン組ですけれども、2歳馬が今、多くて、そちらの馬たちを中心に紹介していきたいと思います。まずレースが近い順に、グランス営業ですね、こちらがウッドチップコースで、今週切りを行いました。まあ、半マイルから55秒2というところで、まあ、日曜日にもハンドで15-15やっておりまして、まあ、順調にこう調教のペースを上げていってるかなという感じです。まあ、今週宮田先生とも少し、お会いしてお話できたんですけども、まあ、だいぶ反応は良くなってきているかなというところで、良化が伺えるかなというところでした。まあ、ちょっとデビュー戦で若さ見せましたので、まあ、ゲートも含めてしっかりこう修正していきたいというところで、まあ、ちょっと使いつつなのかもしれないですけども、まあ、初戦からの上積みというのはあると思いますので、これは来週のレースですかね、8月9日の新潟芝 1800m になりますけども、こちらの未勝利戦、土佐騎手で一つ前進できないかなと思っております。それからディープモンスターですね、こちらが入厩してきて、初めてシーウッドチップコースで追い切りを行いました。しっかり追って、6波論86秒2姉妹が12秒1ということで、なかなかいい動きを見せていたようです。まあ、しっかり池江厩舎のハードな状況にも対応できているようですし、まあ、この分だったら予定通り小倉でのデビューができそうということで、池江先生もおっしゃっていたということです。まあ、いい形でずっとこの馬来てますんで、まあ、ディープインパクトの子らしいですね、軽さ瞬発力というのも持っていると思いますし、夏の小倉の馬場でですね、どんな競馬を見せてくれるか、8月23日の小倉の芝 1800m になりますけども、いい形でデビュー戦迎えられたらなと思います。それからフランクエトワールが戻ってきまして、こちらは今週木曜日に半路で時計を出しました。まあ、800m4 波論56秒8というところで、まだ馬なりの段階ですけども、非常に順調に来ているなという感じです。まあ、初戦がねデビュー戦4着だったんですけども、2着だった馬が先週、勝ち上がってますし、なかなかやはりレベルの高い新馬戦だったのかなと。そこでかなり見せ場のある内容でしたので、まあ、この馬へのこう楽しみ期待も膨らんできたのかなと思います。また次もですね、いい形で、レースに行ければいい結果が期待できると思いますので、楽しみにしたいと思っております。で、先週ゲート試験に合格しましたアイワナスマイルはノーザンファーム天栄に放牧に出ました。牧場でも乗り出しているということで、まあ、元気いっぱいということなんで、そんなに、放牧期間は長くないのかなと思います。まあ、タイミングを見てまた厩舎に入って今度はレースに向けて調整進められるのかなというふうに思っております。ノーザンファーム天栄の組ですけれども、こちらは、アイワナスマイルのお姉さんのアイワナビリーブもおります。こちらがちょっとね、あの蹄がですね、あまり良くなくてちょっとケアしながらいたんですけども、もうだいぶ良くなったということで、保養も良くなってもう乗り出しを開始したということです。まあ、ちょっと乗り出しはうるさいところもあったみたいですけども、まあ、アイワナスマイルと2頭で調教したみたいで、ちょっと張り切ってしまったのかなということのようです。まあ、こちら状態上がってきたので、秋の東京開催ですかね、それぐらいを目指して進めていこうということで、ひとまずほっとしたところでございます。ビンクロもいるんですけども、こちらも非常にこう順調に来てるかなというところで、まあ、若い時2歳の頃はこう周回コースではもう頭上げて、非常にこう乗りづらいという感じだったんですけども、今はそんな面もなくてですね、非常におとなしく乗れているということで、かなりこう精神的な成長がうかがえるのかなというところです。で、まあ、その頭を上げずに友をしっかり使って走れるようになると馬体の方も変わってきますし、そうなると当然
レースでの結果というのも良くなってくるでしょうし、まあ、本当にいい方にこう循環し始めたかなというところです。非常にこういい形で進められていまして、まあ、今週木村先生と少しお話ししたんですけども、そこの時にも、まあ、昨日中山開催目指していけそうですというところでお話がありましたので、まあ、しっかり天栄の方で乗り進めて厩舎にバトンタッチできるんではないかなと思っております。天栄のもう一頭シンハリングなんですけども、こちらはちょっとまあレース後の疲れがありまして、だいぶ背中トモのラインこう肉が落ちてしまったかなというところだったんですけども、まあ、少しずつこう回復してきて、元気を取り戻しつつあるかなというところです。まあ、まだちょっと疲れが、見られるということなんで、リフレッシュしながら、まあ、このまま本来のこう活気というか元気というか、取り戻して行きたいなというふうに思います。まあ、そんなにこう焦らずに状態が上がってくるのを待ちながら進めていくということになるかと思います。トレセン組の2歳ではラビエントですね、こちらが入ってきまして、まあ、現在はその立東トレセンの環境にまず慣らすということに重点を置いて調整しているということなんですけども、まあ、馬がいると非常にこう落ち着きがあって、折り合いがつくんですけども、まあ、逆にこう進んでいかないようなところもあるということなので、加減をしながらですね、調整を進めていくということになります。で、まあ、鼻の音が鳴るっていうところなんですけども、まあ、現在そんなに速い調教をしていないので、あの音もそんなに気にならないということなんですけども、まあ、これから、強い調教をしていった時にどうなるかというところで様子を見ながらということになるかと思います。まあ、ゲート練習を今乗り込みながら並行して進めているんですけども、来週ゲート試験を受けて、まあ、その結果を見てまた今後について考えたいということでした。ということで、今週末の競馬ですけども、今週は1頭ですね、日曜日の新潟7レースに、エターナルハートが出走します。まあ、前走昇級戦で、まあ、結構厳しい競馬になったかなと思うんですけども5着ということで、頑張ってくれましたので、クラス2戦目の今回は前進あるいは勝利というところを期待したいなと思っております。調整なんですけども、今週は追い切りが、追い切り半路で行いまして、4波論57秒4、姉妹13秒5ということで、まあ、時計はそんなに速くないですけども、まあ、この馬はそんなに時計がいるタイプではありませんので、体調を維持できていればしっかり自分の力は出せるのかなと思います。まあ、体はそんなに増えてないということですけども、海馬はしっかり食べていますし、まあ、その使って、続戦ということになりますので、その筋肉の質というのは良くなってきているかなということです。まあ、あと今回は、新潟への輸送競馬になりますので、輸送した後体重がどうなるかというところは心配な点ではありますけども、そんなにこう無駄な肉があるタイプではないので、輸送で減ってしまうということはあまりないんではないかなと僕は見ています。まあ、ちょっと馬体を、まあ、気をつけて当日の様子を見たいなとは思ってるんですけども、まあ、その辺をうまくクリアして前走ぐらいの馬体重で出走できれば十分勝負になると思いますし、この時期2勝目を挙げることができれば、秋の大きいレースというのもまだ十分視野に入ってくるのかなと思いますので、一つ選手のドラベルトに続いて新潟でいいパフォーマンスを見せてほしいなと思っております。というわけで、そろそろ8月今週末も8月ですね。まあ、なかなか関東地方は梅雨が明けないんですけど、まあ、さすがにもうそろそろ夏本番かなというところで、まあ、暑くなってきますので、馬もそうですし我々もこう体調を崩さないように、毎週の競馬頑張っていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。